はい、みさん、こちらエルツです。よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、ファーストシーズン開幕直前の予想動画でございます。はい、1本目ですね。まあいろいろね、予想するものあるんですけども、今回予想していくもの、まあね、いろいろありますよね。超ゴマとか、あとは10日解放とかね、あるんですけども、もう1個大事な要素、環境調整ですね。はい、この部分を予想していこうというふうに思います。次のね、2024年ファーストシーズンの環境がどうなるかっていうところ、スキルバッジと動力制限の予想していこうというふうに思ってるわけですね。で、まず前提として、スキルバッジ、動力制限何かっていう話をしていくんですけども、まずスキルバッジなんですけども、アップ調整ダウンっていうね、3種類がありまして、過去2年半で新規でついたのがヤンドーラのダウンバッジのみとなっておりまして、これもね、セカンドシーズンなんで2023年今年の5月ですかね、についたものとなっております。で、これ何かっていうと、今の環境において強すぎる駒だったり、あとはデッキが強い場合はそのデッキに対して貢献度の高い駒に、ついたりしますね。ヤンドーラはどっちかっていうと後者ですかね。はい、ヤンドーラ自身がね、ぶっ壊れてるってわけではないんですけど、その竜胆火炎のね、全体の火力下げるってなった時に、やっぱオーラのね、ヤンドーラがまあバッチの、ね、対象になったというところですかね。はい、で、これポイントが一時的なものなので、まあ環境がね、どんどん動いていくわけですよ。で、いろんな駒が登場してね、インフレもまあ進んでいくわけですよね。まあソシャゲなんで、そこはね、避けられない道ということで進んでいくんですけども、その過程でね、やっぱりまあその前にね、バッチつけた駒なんかはもう今だったら解除してもいいんじゃないかみたいな駒いるんですよね。なので、そういうのが返ってきたりする可能性もあると。まあ、ただ当然ですね、一生許されないやつは、ずっとついています。はい、ファヌエルとか、あとはベルツブブとかね、その辺もずっとついてるんでね。はい、という感じなんで、ただ今回は適用だけじゃなくて解除の予想もしていこうと思ってるんでね。はい、そして動力制限、はい、動力制限なんですけども、さっきのスキルバッジはね、単体の性能を下げたんですけども、こっちはそうじゃなくて性能を変えずに組み合わせを制限すると。最近はね、こっちの方がスキルバッジより多いですね。はい、で、例えばリアンツィールとペトラをね、一緒に入れると強すぎるんで、ちょっと使えなくしようかなみたいなね、あの乗り軽いですけどそんな軽い乗りではないと思うんだけど、まあ、そういう感じで制限がついていくと。で、これね、さっき言わせたんだけど、スキルバッジって最低1年っていうね、あの保証期間というか保証期間って言ったんだけど、みたいなのがあるんだよね。そう、実装から1年は、バッジ基本的にはつけないっていうね、ルールがあるんだけど、こっちに関してはね、ルールないんだよね、多分ね。夜明けは確か1ヶ月でついたんで、結構早いですし、なんならね、もう実装時からあのこのキャラとは一緒に使えないという前提で、実装される性能もあるんで、結構期間に関してはもうないんじゃないかな。はい、なので結構ほとんどのキャラクターに可能性があると、ほとんどの強い組み合わせがあれば、可能性はあるというところになってきますと。で、まあ、スキルバッジに移行するパターンがあるんですけども、そのね、パターンとしては動力制限だけだとちょっと納得のいくね、調整ができないという場合に移行する場合があるんで、まあ、そこも今回はね、頭に入れながら予想していこうというふうに思います。では早速やっていきましょう。はい、ということで、まず解除いきましょう。スキルバッジから翡翠。はい、翡翠ですね。ずっと言ってる。うん、ずっと言ってますね、これはね。もう3年半ぐらいついてるんじゃないかな。で、これね、バッジがついた理由なんですけども、まず、怨念持ちということで、呪いの上振れ。はい、オーラをね、呪ったら、オーラ捨てないとずっとね、3% を、まあ、食らわせてくるわけなんで、その上振れですね。ただ、それだけで言ったらね、他の呪いもそうじゃんっていうね、話なんですけども、特殊ダメージ。これなんですよね。これがもともと800の数値なんですけども、当時の環境トップの特殊罠、今ね、さやかだけど、その前はディリティエ。はい、ディリティエがトップにいたんですよね。で、ディリティエって500以上で反応するんですよ。なんで、その罠をお手軽に回収しながら呪いの上振れ、これがあるんですよね。なんで当時スキルバッジがついたという感じですね。ただ、まあ、皆さんね、もうお察しの通り3年半経ちまして、さやかが今ねトップにいる、さらにステータスも低い、なんだったら、ライバルどんどん増えてますということで、もういいでしょうとこれバッジ解除したところで、また2採用する人ほとんどいないんじゃないかなって思うんですけどね。ただずっと解除されてないんで、運営さんの中で何かあるんですかね、解除しない理由が何かあったりするのかななんて思ったりするんですけど、まあ、これはもう解除していいと思いますね。で、スキルバッジの解除は今回これだけです。はい、まあ、トールとかもね、予想しようと思ったんだけど、まあ、外れなそうだなと思ってね、サードシーズン入る段階で外れないんだったら、まあ、あの性能多分もうしばらく許されなさそうだなってことで、今回予想してません。はい、ってことで次、動力制限の解除いきましょう。動力制限解除、まず一つ目なんですけども、ヒプノスフェールノート。はい、いやいやいやといやお前と、何を考えてるんだと、はい、いうことなんですけども、後でねちゃんと、納得すると思うんで大丈夫です。はい、実装当初からですね、ずっと環境のトップをね、走っていましたヒプノスについに制限がつきまして、その制限っていうのは結構強い戦力を失ったんですよね。フェールノートっていう、
戦力失ったんですけども、その結果、数めちゃくちゃ減りましたね。びっくりするぐらい減った。このヒプノスが環境トップにいたっていうのもずっとトップ10にいたとかじゃなくて、そのトップ10の中でさらに上の方にいたんですよね。もう常にトップ3ぐらいにはいたようなデッキなんで、もうそれがね、もうなんかびっくりするぐらいいなくなりましたね。こんなに変わるんだっていうところでですね、でこれ僕が予想しているその解除の理由としては、当時のヤンドーラと同じ流れになるんじゃないかなと思ってるんで、一旦ここは解除するんじゃないかと。はい、まあ、それについては後で説明します。はい、2つ目の組み合わせ、弱気ニルス。はい、弱気ニルス、これもですね、いやお前とこれも待てという話なんですけども、はい、実装されてすぐに戦撃デッキを圧倒的環境トップに、上り詰めた夜明け。はい、夜明けの実装がね、本当にもうこれ実装されてから環境ガラッと、変わったなという印象ですね。で1ヶ月1ヶ月で、この制限つきました。さっきねちらっと言ったんですけども、たったの1ヶ月よ。で、ニルスと制限ついたんですけども、個人的にですね、ニルスとの制限だとまだ足んない、全然弱くなってないんで、まあ、あれは完全に使えなく弱くするってわけじゃなくて、まだ強すぎると思ってるんですよね。なんで、まあ他に強めな制限つけるんじゃないかっていうところで、一旦ニルスは解除。はい、ここからが大事です。はい、適用部門いきましょう。まずスキルバッジ、フェイルノート。はい、フェイルノートはね、もうつくんじゃないかなと思ってますね。もうそろそろかなと思うんですが、これね、多分運営さんがね、手出しにくいんだよね、調整。なんでかっていうと、事件を起こしてるから。はい、フェイルノート事件というね、ものがありまして、フェイルノートね、昨年の5月に、セカンドシーズンの御三家としてね、華々しく実装されまして、なんと24時間経たずにメンテナンス入ったんですよ。何のメンテナンスこれってなって、メンテナンスがかけたら、なんとフェイルノート緊急下方修正。オセロニア界1、2をね、争う事件がありまして、これマジ伝説だね。はい、だから今のフェイルノートね、もしかしたらびっくりするかもしれないけど、あれ下方修正後の性能なんですよ。うん、今のフェイルノートはあれ下方修正後、あれで、だから相当のぶっ壊れなわけですよね。だから僕1年経ったら速攻でバッチつくんじゃないかなと思ったんですけども、つかない理由は多分そこなんだろうなと思うところありますよね。手出しにくいんだろうなって、ね、一回やっぱり下方修正して事件を起こしてるから、またそこからね調整すると、ちょっとイメージがね悪くなったりするところもあるから、まあ、手出しにくいのかなと思ったんですけども、もうつけていいかな。もう1年8ヶ月経ってますから、このやべえやつを放置してたら環境どんどん荒れていくんでもうつけるべきかなと思いましたね。はい、で、まあ、それならね他の動的制限でもいいんだけど、今回バッチにした理由があるんですよ。はい、それがですね、さっきのヒプノスの動的制限ですねの話をした時にちらっと言ったんですけど、ヤンドーラパターンかなと思いまして、どういうパターンかっていうと、動的制限では納得いかない場合にバッチにするパターン、これかなと思うんですよね。というのも、動的制限ついて数減ったじゃないですか、ヒプノス。で、同時に増えたデッキがあるんですよね、月読み。まあ月読みが環境トップにいるっていうのは、少なからず月読みのパワーもねあると思うんだけど、月読み自身のパワーもあると思うんだけど、やっぱりこのフェイルノートがあるかどうかっていう戦力の差もねあると思うんですよね、ヒプノスが消えたっていうのは。なんでちょっとサブとしては力を持ちすぎかなと思うんですよね。でこのままヒプノスだけ制限するのもそれはおかしいなってなるし、月読みに制限追加したらもう切りないじゃんまた今度転結行ったりねするかもしんないし、でそのまま解除してヒプノスにねフェイルノートそのままお返ししますってやったら、ね、4ヶ月の今までの調整何なのって話になるから、ってなってくるとよ、まずヒプノスだけを制限するのはおかしいんで、ヒプノスにまずフェイルノートを返しますと。ただそうなってくると、前のね環境トップの全盛期の強さに戻っちゃう。で月読みも現状強い。じゃあその両方を下げるにはどうするか、フェイルノートを下げれば解決というふうに僕は思ってるんですよね。だから今こそバッジをつけるタイミングだと思っているわけでございます。なんで個人的にはフェイルノートバッジはあるかな、だいぶ可能性あると思ってますね。はい、そして動力制限、夜明けゲイボルグ。はい、ここですね、まあ、さっきニルスをね解除したんですけども、理由はこれですね。あの他にもね候補あったんだけど、あのリュミエットとかね、あとはアベルとかあったんだけど、ゲイボルグを選んだ理由なんですが、耐久面を落としたいと思いましてゲイボルグにしましたね。というのも夜明け対面においてこれどうやって勝つんっていうね、あの場面がありまして、それが風連打の耐久。あれはねあれも無理よ。神弾とか混合を使ってるんだったらね、殴りだけ結構火力出しやすいから、それはまあわかる、それはいけるんだけど、バランス系デッキ使ってる時にあの弱気当たってこれされるとね無理だね。うん、
だって戦撃自身結構火力高いじゃないですか。戦機解放とかもあるんで高いのに風連打して耐久されたらもう削りきれない、耐えきれないで、もうどうしようもないんですよね。そこにゲイボルグの5100のバリア乗っかってきたらもう無理よどうしようもない。普通に1回でね2000とか3000とかね、至急料理含めたら回復してきますからね。でそれがね1試合中に 2,3 回とかなってきたらね6000、7000と回復してくるわけなんで、さすがにちょっとそこはどうにかしてほしいっていうところで耐久面を落とそうっていうゲイボルグですね。はい、まあ、これでも正直ね夜明けが環境から消えるとは思えないですけどね。まだいそうな感じしますけども、まあ、せめてゲイボルグ、バッジがね夜明けにつけれないんでね。そうでゲイボルグとか他のパーツにバッジつけると今度はシンシアとかねほのかに影響出ちゃうんで、まあ、これが一番いいかなと思いましたね。はいはい、ということで今回ですねスキルバッジ同デッキ制限ね予想していきましたということで、まあね予想といつつね半分ぐらい願望も入っているんですけども、フェイルノートにはねもうそろそろバッジが必要かなっていうところと、やっぱ弱気もうちょっと強めに制限した方がいいんじゃないかなっていうところで、それをベースに予想していきましたと。よかったらね皆さんの意見などもコメント欄によろしくお願いします。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。